はい、139回目、やりました。久しぶりです。お久しぶりですね。久しぶりやね、本当二人でやるのね。そうですね、前回もだって久しぶりだった時にマリさんと3人で喋らせてもらって、それ以来ですね。そうそう、まあコロナが、でね、もう出歩くこともできなかったというのが ねなかなか続きましたからね、はい、2ヶ月缶詰でしたね、お家に。俺もなんていうかね、いろいろと忙しくなってしまってね、今ずっと原稿書いてるんですよ。でも忙しいのはすごいいいことじゃないですか。いいことなんですけどね、やりたいこともいっぱい増えてきましてね。またそれとは別に、そういろんな販売ですね、ネット販売とかいろんな話来てるんですよ、新しく CD の、それとか、オンライン上でのやるべきことを、これはね、まあキングのね、いつも組んどった大月さんなんかと、最近やって話し合ってるとか、かなりね、いい傾向の、ちょうど一番忙しかった頃はあるんですが、状況になってるんで、この年から頑張ろう言うとったら、もうやっぱほんま本当に頑張るようになってきたなと。いいですね、もう有言実行な感じで、それはね、いい流れになってきたのが、ありがたいかなと。ということでね、いろんな流れがあるんですが、アートニエル、そうですね、そんな中でご一緒させていただいた、タンスにゴンじゃないですか、アートニエル、確かに字面似てますね、今思えばそれアースやん、それタンスにゴンってアースなんですか。あ、そうか、え、違うか、わかんないです、なんかよくわからない、ここまでちょっと詳しくなかったです、アートニエルね、あれいい作品できたよね。はい、もうおかげさまで、本当水野さんのおかげですよ。あれね、なんていうか、泊まりがやっぱり自宅内でやってるのが悔しいんで、そうですね、もう少ししたら自粛中でしたからね、バックは何か風景にして、で、あやちゃんがこう、バリバリ弾いてると、ほう、バリバリ弾きましょうか、やってるっていう状況に変えたいなとは思うんです。そうですね、コラボ作品、その自粛期間中に結局第 2弾まで、ね、2作品作らせてもらって、ね、どっちも自宅同士だったんで、いいですよね、そういうの。あのね、面白い話しますと、以前あやちゃんには個人的に喋ったと思うんですが、1970年前後ですね、それから60年代に、1960年代にサイケデリック時代というのがあるんですよ。その時には技術というのがなかったんだよね、全世界的に、レコーディングなら、ステレオから4チャンネルにやっとなったと。だからレッド・ツェッペリンかなとかビートルズなんかでもドラムだけベースだけ、歌だけいうので4チャンネルで分かれてると、それぐらいしかなかった。でドラムもステレオ、何々もステレオで、今のね、無限チャンネルです、無限チャンネルですね今はの最初のアナログですから、でそういう時代が1960年代ですよ、その時俺立体美術やってたでしょ、美術の方は行っとったんですよ、まだその時代なんですね。それで、美術に興味あって、それでそういうハプニングっていうのがあって、ハプニング集団、今のパフォーマンス集団、パフォーマンスっていうやつですよ、それと芸術のパフォーマンスをハプニングというね、そういう時代があって、その時にも技術力がなかった、要するに動画の技術とか、そうですよね、今じゃもういろんなことができるようになってますけど、レコーディングの方、音も絵も技術がなかった、技術がないってみんな技術力は持ってないけど、文化の文明の技術ですね、伝える、なんて言うんだろう、文明のレベルが、そうですね、科学的なね、科学的な商品としてそんなレベル高く、パフォーマンスの技術じゃなくて、そっちの技術ってことですよね。だからね、みんな
アイデアが命だったわけ。アイデア勝負やったわけね、はい、今この時代ですね、はい、動画みんな YouTube 上げてるでしょ、うんうん、それでねお金かけたやつとお金かけてないやつを見比べても、うん、今ねお金かけてんのああかけてるなと思うんだけど、うんうん、逆にかけてるやつってね遠く感じるよね。あ親しみがないというかね。なるほど。あのちょうどテレビの時代っていうのは、はい、まあテレビも今もあんねんけどもそうですね今もテレビはブラウン管の向こうか手前かっていう感覚あったでしょ、うんうんうん、でブラウン管一枚挟んでっていうような言い方をして、うんうん、まあ出演者っていうのはまあブランカの向こうだとかいう時代があったんですよ。そうですね、うん、で今あのお金かければかけるほど商品化 してしまうんで、うんうんうん、テレビ的になるでしょ。あ変な言い方だけど、そうですね、昔で言うテレビ的なことですよね。だからすごいことやられても、はい、今映画見てる。何ですか映画なんか最近映画ですか、うん、あ映画でもあの結構見ましたよ自粛中ももう今すごいやろ技術すごいですね確かに俺ね話ガンガン飛ぶねんけど、はい、YouTube 動画やね、はい、動画でね何年前からかな、うん、あの UFO の、はい、UFO の合成写真合成動画、はいが 出回り出したことあるんです SFX で、技術チームが遊びだっていうのがねまるっきりもうその場に宇宙船が来たような動画いっぱいあるの、でも作られた映像ってことなんですか本物じゃなくて、うん、それでね、すごいこれは本当か嘘かって言われた時に、うんはい俺も好きやから、うんその辺の木のなびくやつでしょ、はい、あの風で風 で葉っぱがね、はい、あれを調べてあこれは合成って見破ったり、見破っちゃうんですか。そうそういうのは楽しかったわけ。なるほど。そうやけどもここまでできたら見破れない。もう嘘か本当かというのは視覚からわからないとそうですね今すごいですもんね合成技術っていう、まあ、技術力があってですね、うんはい続きスタジオを追い出されましてですねちょっと間に合わなかったですね。そうなんかこれ入っとったら初めてね外でやるっていうの。そうですねこれは初、うんうん、まあさっきの話の続きやけどがっつり外ですけど換気めっちゃいいみたいな今のね YouTube の動画がはいその金をかけたその制作会社がね、うんはい、作るようなやつっていうのはよりも手作り感が面白いかなと。あそれがねみんな今上げてるでしょアップしてるでしょ。あそういう手作り感のあるものをってことですか。もう演奏してるところ全部上げてる、はい、あそうですね。でまあそのレーベルがね、うんうん、お金かけて、うん作るような動画は別にして、はい、今なんか個人個人がやるのが面白いからね、うん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 、それになると動画編集いうのは、はい、そんな金のかかったパソコンと、うん、編集ソフトと、はい、持ってないんでね、はい時間もないでしょ。うん、そうするとねアイデア勝負かなと。まあでもそうですねそれはそうかもしれませんね、うん、そうそうちょうど、ね、1960年代後期のあたりにちょっと似てるんだよね、はい、ああなるほど、うん、またちょっとその時代が今そう重なるところがあるっていう、うん、僕らのねやってたザ・プレイっていうのは、はい、数年前にパリで、はい評価を受けました、ねうん、50年の歳月を経った後、うん、そう面白いでしょ50年の歳月を経て、ねそれをね報告しに来てくれたんが、はい、その時のリーダーで池水健志さんっていうね、うん、京都教育大の名誉教授なんですけど、はい、ライブを見に来てくれた、うん、水をこーんって
僕らのやったことがパリでねって何回か言ってくれて、それ結局ね、あの国際はい、はい、大阪のね、はい、国立国際美術館の方で、はい、そのやってた僕が手伝ってたね、うんうん、グループの個展が開かれると。おお、すごいですね、個展って、うん、なんかね、あのその時っていうのはやってたことの後の、はい、その時代を超えるっていうのが、うんうんうん、ちょっと感動的やってね。いやだって50年経っては感動的ですよね、うん、それもね、あの教授曰くね、はい、その時に夜側をね、発泡スチロールの家とか、はい、矢印の発泡スチロールを作って、はい、流れたわけ。うん、で矢印のは俺参加せずに兄貴が参加する。兄貴は正式なメンバーやってね、はい、僕は高校生やから、うんうんうん、あ、それで適当に手伝ってたけど適当にで、で家の方はあもちろん参加するんですけど、はい、それが、パリの方でセーヌ川でやろうと。うーん、素敵ですね、うん、セーヌ川のポトリ。それでそれを実行して、ポトリかわかんないですけどいやだってあるじゃないですか、セーヌ川のポトリっていう楽曲ですか。パリ行ったことある？パリないんですよ、私死ぬまでに1回行きたいとこなんですけど。ゲス行くさよ。ゲス行くさよ。そんなちょっと夢のないこと言わないでくださいよ私今夢しか描いてないんですからまあそれでね、はい、あの注目を浴びて、はい、50年前こういう手段があったのかと、うんうんうん、なんか存続しとったみたいだけど、俺はもう20歳入るなる頃、もうベースやる頃に悩みたの、はい、うんうん、その影響でまあデザイナー学校に行ってんよね、デザイン学校へ、その時に、ベースを取ってやったという、はい、もう、変な人生やけどね。いやいやいや、でもすごいですよね、いろいろやられて、うん、ね、そのやっぱ芸術的な人生ですね。そうそう、うん、嘘やな、はい、それでね、なんていうか、その時はみんなアイデア勝負やった。みんな技術力で、そうお金とかそういうのじゃなしにね、はい、お金かけようにも技術がなかったから、そういう時代ですよ。だから今動画を作ろうにも、はい、技術力はみんなソフトがあるんだけど、はい、そんなことをかけるね、ちょっといじっただけで100ギガぐらい浮くわけ。で動画を普通ね、前の普通の、付属のソフトでやると、はい、まあ多くても10ギガ程度、ところが今回ふと気づいたらもう80ギガ、嘘、まあだからそれだけ効果が、技術が高くなるにつれて、そういうやっぱギガ数が必要ってことですよね、うんうん、するとね、やっぱりアイデア勝負かな。そうですね、うん、カメラを止めるなですね。あ、確かにあの映画はそうでしたよね、きっと、ね、ちょっと私まだ見てないんですけど、うん、あれ最初見とったらちょっと酔うんだよね。あの、なんだろう、手ぶれなんで、そのままの映像だから、持ったカメラなんで、はい、ちょっと吐きそうになるけどね。そうなんですね。それでね、あれ見た時に60年代を感じて、ああ、で大ヒットでしたもんね、あの映画、うん、だからあのアイディア勝負が今来てるかなと思って、うんうん、ああでもそうですね、じわじわとそういうやっぱり、うん、実はこう60年代の頃の感覚がみんな自然に戻ってきてるのかもしれないです、ね、うん、お金をかけると別物になるんで、うん、逆にね、だからその手作り感でいかに見せるか。ああ、でもそれはでもいいことですよね、そのなんか古き良き時代の、うん、そういういいところがこうまた戻ってくるっていうのは、なんかあのアイデア勝負っていうのはね、古き良き時代の、まあ、産物かもわからないけど、うんうんうん、アイデアのはまあ未来永劫損なんでしょう、アイデア勝負っていうのはね、うんうん、でそれがね、今、まあ、なんていうかね、こんなこと言ったらあれやでけど、はい、自撮りで、うんうんうん、演奏しやすいでしょ、みんな、はい、
これかってやな。まあ老若男女問わずね、あのいろんな方ができる時代ですからね。いやそれそういうそういうね。そうですね。うん、なんかあの誰でもできるっていうような。まあ、こう気軽に始められる時代になりましたからね。いろんなことが。なんかそれでこれからなんかそれでオイラも作れるんちゃうから。いや水野さんはでも逆もうもはや変な話あの誰よりも現代についてってるじゃないですか。ついてってるっていうか。好きやむしろ早いじゃないですか。もともと映像とかも。やられてたから映像はねあれはね、編集がすごい遅かったわけ昔。ああ。パソコンも遅いわけ。まあその容量がってことですね。そう容量というかね容量とかちょっと編集するだけでねソフトの機能パソコンね熱も取ったからね。へえ。もうお湯沸かせるの違うかっていうそんなに怖いですね。うん、だからもう今パソコンがすごい性能いいでしょ。そうですね、うん、だから動画の方もかなりいくんちゃうかな、今回初めてね、はい、ちょっとあやちゃんのでいろいろ触らせてもらって、はい、いやもうすごい動画編集いろいろやっていただいて、うん、ちょっとあの途中のソロのところが私はツボなんですけどあれねあれあれ一番簡単やってるけどすごい。え、そうなんですか。気がするっていうね。ああ、だって、うん、あの水野さんが真ん中でこうボンってギターソロ弾いてる周りにちっちゃい私がいっぱいいるっていうエフェクトかけてくれたんですよね。うん、4本になってるからちょっといい違うから、はい、まあそういう感じやねんけどね、まあ、とりあえず外なんで、はい、もうそうそうこの辺で、今日はなんか話が死に滅裂やけどいやいやいや、いろんなちょっと話を、まあ終わってそばでも行きますということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。